黒森峰夫です。本日はシドニー・パウエルさんが選挙に関して訴えられていた裁判で有罪を認めたというお話です。今年8月ジョージア州である訴えが起こされました。それは2020年の選挙に関して多数の人間がその結果を変えようとして不正な動きをしたというもので、トランプさんをはじめパウエルさんなど18人が訴えられていました。その中の一人が先月の末に司法取引で有罪を認め罰金刑になりました。パウエルさんは有罪を認めた2番目の被告となりました。ご存知のようにパウエルさんは2020年の選挙不正の事実の解明のために働く弁護士で、クラーケンを放つというセリフで有名になった人です。そのパウエルさんが選挙関連の裁判で有罪を認めたというのですから、大手メディアは大喜びで、パウエルさんが選挙に不正はなかったと認めたかのような記事を書き、トランプさん支持者の一部はパウエルに裏切られた、パウエルはあっちの手先だったんだと嘆いています。しかしそれは本当でしょうか。今回は時間もありませんので、資料のキャプチャ画像や図解などは用意できず、お話だけになりますがご了承ください。まずニュースとしては非常にシンプルなものです。パウエルさんはジョージア州のフルトン郡高等裁判所に選挙を妨害した共謀罪として7つの容疑で起訴されました。その全てが有罪になったとするなら、最高で20年の懲役となる可能性がありました。今年68歳の彼女にしてみればほぼ終身刑と同じと言える内容ですね。2023年10月19日木曜日、パウエルさんは7つの罪状のうち軽い6つの起訴内容を事実として認める司法取引を申し出ました。その結果、懲役は見送られ執行猶予6年、そして$6,000の罰金、$2,700の賠償金の支払いを命じられました。さらに彼女はジョージア州に対しての謝罪文を書かされ、また今後は法廷で真実を話すことを義務付けられたと報道されています。これが今回の出来事のアウトラインですが、いろんな記事であまりはっきりとは伝えられてないのは、パウエルさんは不正選挙を解明しようとしたことが見当違いの間違いだったと認めたわけでは全くないということです。彼女は不正選挙の全容の解明のためにある時期にサリバン・ストリックラーというデジタルデータの専門会社を使い、ジョージア州コーヒー郡の選挙マシーンにアクセスしましたが、これが違法行為だったという訴えに対して事実関係を争わずに、確かに違法行為でしたと認めたというのは今回の彼女の司法取引の内容です。当初パウエルさんはこのデジタルデータ会社の行為は違法ではなく、事実を確認するための正当なデータ収集だとしていましたが、その姿勢を変えて違法でした、すみませんと容疑を認めたんですね。データ会社やパウエルさんに選挙マシンにアクセスする権限が認められていたのか、そうじゃないのかは争う余地はあったと思います。またジョージア州の地方検事は、パウエルはデータに不正にアクセスしてその内容を改ざんするのが目的だったとまで言っており、それはさすがに言いがかりだと思います。しかし今回パウエルさんはそれでもそれを争わずに起訴内容を認めました。ここから先は私黒森の個人的な見解となりますが、お時間のある方はどうぞお付き合いください。私はこのニュースを聞いてとても残念に思いました。パウエルさんは正義の人であり、大きなリスクを承知の上でここまで戦ってきた人なんです。その彼女があっち側の言いがかりに等しい起訴内容を事実として認める判断をしました。彼女は弁護士ですから、そこにはプロとしての判断があったのだと思います。今までのイメージで言えば、パウエルさんは最後まで戦う姿勢を見せると思われていました。しかし今回の戦いの場はあまりにもアウェーなのです。ジョージア州での選挙関連の裁判はたくさんの証拠や証人がいてもなお、なかなかいい結果が出ていません。ジョージア州には FBI のジョージア版とも言うべき GBI という捜査機関があるのですが、それが完全にあっち側で、事件が起きてもろくに捜査がされず、ここではもしもあっち側に不利な証言をする人の身に危険なことがあったとしても、彼らが証言者を守ってくれるとはとても思えないんです。
また裁判所の判事も過去の民主党の知事や共和党のライノが任命した人ばかりで、判決内容には期待ができません。ここで有罪判決を受ける可能性は非常に高いんです。そうなれば彼女は弁護士としての資格を停止されてしまうでしょう。もしも有罪になっても、来年トランプさんが大統領に返り咲いた時に御社で無罪にしてもらえるんじゃないのっていう人もいますが、今回の裁判は合衆国の連邦裁判所ではなくてジョージア州の裁判所で行われているため、大統領には御社の権限はありません。御社できるのはジョージア州知事だけなんです。ジョージア州知事はあのライノのブライアン・ケンプです。ブライアン・ケンプがパウエルさんを御社するわけがありませんよね。なので有罪判決が出たとすれば、パウエルさんは二度と弁護士には戻れなくなるでしょう。また裁判には非常にお金がかかります。トランプさんぐらいになるとかなりの長い年月でも戦い続ける体力があると思います。だからこそあっち側はトランプさんの体力を削るためにビジネスライセンスの停止などということを企んで、トランプさんの企業を解体しようとしてくるわけです。けれどもパウエルさんは地方の単なる個人弁護士ですから、もともとそんなお金があるわけではないですよね。パウエルさん自身が弁護士ではありますけれども、大きな裁判では弁護団を雇って自分を弁護してもらうことになります。自分と同じかそれ以上の収入の人を複数雇うわけですから、大変な出費となります。また負けた場合は罰金や賠償金の他に裁判費用も負担することになり、とても個人では無理な戦いとなるでしょう。というわけで、もともと彼女は無限に戦うことはできず、どこかで手を打つ必要がありました。その時期が今回だったということなのでしょう。パウエルさんのことを最初から向こうの手先だったという人もいます。今回の罰金刑は合計8,700ドル、つまり約130万円なんですけれども、たったこれだけで懲役を免除してもらえたのが向こうの手先である証拠だというんですね。けれどもパウエルさんよりも前にこの法廷に対して司法取引を申し込んだ人は、罰金5000ドルと200時間のボランティア活動でした。パウエルさんよりもずっと軽かったんです。特別にパウエルさんが軽い系ではありません。それにパウエルさんには6年間の執行猶予があります。6年というのは、つまり来年トランプさんが大統領に返り咲いた後も、さらにトランプさんの任期が終わるまでの間は、パウエルさんはジョージア州に逆らうような活動は一切できないということなんです。逆らったら執行猶予が取り消しとなり、刑務所に収監されることになります。なので全く軽い扱いではありません。これはパウエルさんが自分の弁護士としての資格を守り、そして今後も戦い続けるために仕方なく戦略的な撤退、ある意味損切りという選択をしたプロとしての結論だと黒森は思います。今回トランプさんもパウエルさんも同じ裁判の被告とされているわけですけれども、パウエルさんはこの裁判が完全に終結するまでトランプさんたちと連絡を取ることを禁止されています。またメディアなどの取材に答えることも禁止されています。なので誰とも相談もできませんし、間違った報道をされてもそれを訂正することもできないんです。ですから今回のことについて、本当は彼女が何を考えこうした結論に至ったのかは、まだ当分の間は知ることはできません。パウエルはトランプを裏切った、これからは愛国者の敵になって愛国者たちを陥れる証言をするに違いないという人も多いです。けれどもパウエルさんが司法取引で約束したのは、法廷で真実を語るということだけです。トランプさんの有罪を証言するなどとは約束していません。そして本当にパウエルさんが真実を語るなら、それはトランプさんを有利にするはずですよね。またお会いしましょう。黒森峰夫でした。